撮影だったんで、なんであんな冬の寒い日に海辺で海辺の撮影になったのかって撮影しなきゃいけないのぐらいの、かなりのもんだったよね。大変でしたね。特にマリーちゃんが、頑張った。皆さん見ていただけましたか、白いドレス姿でですね、非常に綺麗なドレス姿を披露してるんですけども、あれ、12月の真冬の海、寒いぜ。寒いです。だってダウンが、ロングダウンを着て下防寒がっちりしてたって震えるぐらい寒かったんだもん。すごいよ、あの姿で歩くって。あれは、歩かされたんですよね。またタフだったよね。そう、だからマリちゃんがあれをやってるからさ、寒いって言えなかったもんね。そ僕たちもこっちはスーツ着込んでるから。服思いっきり着込んでるしないで。まあでもそのおかげで非常に綺麗なミュージックビデオができたんじゃないかと思います。皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。あ、見てない人まず見てね。まず見てね。リンクがこの辺にあります。この辺かもしれないけど、なんかあります。しんさん、どうでしたか、このビデオ撮影は。あ、そう、今まではさ、パッションとゴッドアンセムの時は割と、俺が刀振ってとか、侍に扮してみたいなところがあったじゃないですか。でもね、今回は割とこう、普通のこうスーツ姿ってことで、普通かどうかわからないけど、なんか新鮮なのかなっていうね。そうね、今まではこう、和風のね、侍っぽい、和を意識した、いでたちでやってミュージックビデオを作ったんですけども、今回はね、ちょっとなんか悪そうなスーツ姿ということを意識して、趣向を変えて、違うスタイルでやって、いました。一応ちゃんとスーツも着るよっていう和装だけじゃないよっていうところを見せれたのが良かったなって、そう、なんかね、3人でルパン三世みたいなのをちょっと意識して、やってみたんですけど、ちょっと悪そうな、マフィアっぽいスーツ姿を意識してみたんですけど、まあね、僕もそんなにあんまり悪い人間じゃないんで、全然悪いっぽい感じ出なかったですけど。でも、さ、フロン君はあれでもね、キャラ結構作ってきてたもんね、ちゃんと少しさ、武将髭用意したりとかさ、そういうもう、気合の入り方がね、ちょっと今回違ったもんね。髭伸ばしてきたんですよ、今回は。髭を伸ばして、ちょっと、少しでも悪そうに見えるようにして、で、小道具でね、拳銃とか、モデルガンなんですけど、モデルガンを撃つ、っていうシナリオを用意して。それだけって、かっこいい、いいシーン撮れたよね。そうですね、ドラマ仕立てで、ワイルドな、ワイルドかつおしゃれかつドラマティックなものが、今までのヘビーメタルでなおかつ和風ヘビーメタルっていうのとはまた違った、ちょっとスタイリッシュな、イナリトーンズを、そういった側面を見せられたんじゃないかと。そうだね、意外とね、そのスーツ姿の3人も好評だったり、これでライブやったらいいんじゃないって言われたんですね。確かに言われた言われた。確かにこのスーツ姿の並びは意外と珍しいっていう。そうですね、結構スーツ姿が割と好評だったということで、ひょっとするとそのうちスーツ姿でライブをやるなんてこともあるかもしれないですね。あるかもしれません。確かに、海の撮影、真冬の海の撮影って寒かったんだけど、やっぱり海だからすごい
青い空、青い海って綺麗じゃないですか。綺麗だった。その中でまたこのスーツの3人が立ってる、ね、うん、絵はすごい良かったよ ね、寒かったけどやっぱり本当、うん、海と空がすごい綺麗だったから、なんかね、割とこういい絵が、そうです ね、あの非常にいい映像美が、うん、まあ、今回あの撮影と編集を担当していただいたのはあのフォトシンこと、大原慎一、さんですね。ああまああの昨年ゴッドアンセム、パッションもやってくれた、大原くん、大原慎一くんが、うん、やってくれたんですけど、本当素晴らしいカメラです、うん、非常に美しい映像美で、うんうん、なんかね、カメラのレンズとか、まあ、僕はカメラや撮影のことは分からないんですけど、結構ぼかした絵でレトロな雰囲気をこう狙った、うん、映像になってるという、うん、ことでしたね。ね、でもさすがだよね、綺麗に撮るよね、美しくなりましたね、美しい作品が、おかげさまで、さすが、うん、感謝感謝でございます。で今回これあの、まあ、ラブソングなんですよね。あの美しいバラード、まあ、うんうん、バラードっていうこと自体僕らイマリトーンズ割と珍しいんですけども、あのここまで本格的なバラードやったのはひょっとすると初めてじゃないかっていうぐらいですね。あのちょっとバラードっぽい曲とかは今までもあったんですけど、ここまでこう本格的なバラードっていうのは初めてかもしれないです、うん、まあ、ロマンティックなラブソング、なんですけども、あのちょっとですね、歌詞の内容が、少しややこしかったり、して、うんうん、またこのビデオの内容も、いきなり銃を持ち出して、うん、撃っちゃうとかね、うん、初めて見た人はなんでこうなるのとか、分からないことが結構多いと思うんですよ。そこでですね、ちょっと説明を、うん、しなきゃいけないなと思ってるんですけども、この曲はすごく個人的な思い入れが強くて、歌詞とかもね、非常にスピリチュアルな内容なんですよ。スピリチュアルラブソングって僕は呼んでるんですけども、天国、天において、こう運命づけられた、愛とでも言いましょうか、それがこう地上において展開していくっていうラブストーリーなんですけど、分かりにくいんですよね。まあ、一応僕たちクリスチャンバンドなんで、そういった、キリスト教の、まあ、信仰みたいな内容に基づいて、作ったものではあるんですけども、まあ、かといって、典型的なこう、クリスチャンソングとも少し趣向が違うので、まあ、いろいろですね、これはどういうことなんだと思われる人もいるかもしれないんですけど、まあ、書いた、僕らとしては、まあ、一応僕が、歌詞も書いたんですけど、自分としては一応そういったキリスト教の信仰に基づいた、魂のラブソングだよっていう、つもりであります、うん、なるほどね、せっかくなんで、うん、マリーちゃんにビデオの中で着ていたドレス姿に着替えてもらいました、はい、イエーイ。わー、はい、綺麗だね。ご読み女神仕様、メガニマリーでございます。そう、まさにこの格好だもんね。だからこの格好で真冬の12月の海を歩かされたっていう、しかも裸足、裸足っていうね、裸足、はい、裸足のね、足映ってたもんね。あ、そうですよね、歩くシーンね。あ、めっちゃ寒そう、寒いし、足痛いし、風来るし、もう本当、うん、今日ここ室内だから全然天国ですよ、今日はね、そうだよね。あのワンシーンとってはもうダウンを着込んで、うん、もう大変だったね。そうね、文句一つ言わずに頑張って、よく頑張らしいです、ね。ちょうどね、そこの海岸に、うん、花嫁さん、あのウェディングのね、あ、当日行ったね。前撮り、ね、うん、っていうか、そのフォトシューティング撮影してたんですよね、うんうん、花嫁さんってすっごいやっぱりこういう薄いドレス着てるんで、うんうん、それを見たら頑張ろうと私も思いました。なるほどね。ね、うん、結婚式の撮影をしてたあの花嫁さん、あのカップルも、うん、寒い中大変だったよね。負けずに頑張った。撮影ってそういうことになるんだね、みんなね。過酷ですね、過酷だよね、本当。じゃあせっかくなんで、うん、くるくると回ってみてください。くる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 
ラダンス。いいね、マリさん。言うと何でも言ってくれるね。なんだっけ、さっき変なポーズして言ってたよね。変なポーズ。足が浮いてたけど。浮いてた。いいね、いいね。いいね、いいね。なんか、見てると結構さ、切ない感じに感じるもんね、見てると。全編英語ですけど、日本の人でもでもなんか、映像と一緒に見るとなんか感じるものはあるんじゃないかなって感じはしますけどね。そうですね、あの、うん、ラブソングなんですけど、あのなんかそこはかとない、あの、うん、なんとも言えない悲しみみたいなものを感じてもらえるんじゃないかと思うんですよね、うん、あのそれは一応クリスチャンのラブソングなんで、人間の持つ罪ということが非常にテーマになるんですね、あのそういった罪、というものがあって、歌詞の内容で言うと、一人の男がですね、天の園、まあ、美しいその天の、庭園があるわけですよ、うん、天の園、まあ、だからガーデン、ザ・ガーデンというタイトルなんですけども、まあ、その天の園に、一人の男が、忍び込むわけですね、まあ、まるで泥棒か犯罪者のように、忍び込む、なぜ忍び込むかというと、それはこの人間の持つ罪というものを象徴しているわけなんですけども、罪人として、忍び込んだその男は、そこでたまたま一人の美しい女性に出会うということなんですね、うん、でその男は、その出会った女性に恋をしまして、うん、この人を愛するためだったら、もうすべて全世界を敵に回してもいいと、決意するわけですよ、うん、ただ、その男は罪人なので、もう神をも、敵に回すぐらいの決意をするわけですね、うん、で歌詞の中でも、巨人とでも戦ってやろうと、そして、神々であろうとも、あの君のために、あやめてやろうというぐらいのことを歌詞で言ってるんですけども、うん、まあそうですね、ただそれも全て、全て神の救済の計画というものがやはりキリスト教にはあるので、それも全て、天の最も高いところにおられる、主なる神の全て、計画していたことだというバックストーリーがあるわけですね、うんうん、ちょっとこの時点ですでに長くなってるんですけど、うん、でもそういうの知って聞くと、見ていただけるとまた、そうですね、うん、でまあ、結論から言うと、その、天の園で出会った男と女は、地上に落とされるわけですよ、うん、でそれはもう、キリスト教で言えば創世記の、エデンの園を追われた、うん、アダムとイブの、話と同じなんですけれども、うん、でまあ、地上に落とされた、2人は、まあ、人として生きるんですけども、まあ、地上に生きる、ということは、死ぬことでもありますので、地上に生きて、そして死ぬということを、そうですね、生きることについての曲でもあり、また死ぬことの曲でもあるんですね。なるほどね、うん、両面なんですね。両面、あ、だからラブソングっていうのは、あの非常に口当たりがよく、うん、愛をささやくんですけども、このラブソングが非常に、この曲が非常に変わってるのは、俺と一緒に地上で生きてくれと、主人公は言ってるんですね、うん、で俺と一緒に地上で生きて、そこで、年老えて肉体的に衰えて、うん、そして共に死んでくれと、うん、この滅びのプロセスというんですかね、うん、共に滅びて衰えて死んでくれということを言ってるんですね、うん、ただその、肉体が滅びて死ぬということは、キリスト教においては、魂が復活するということ、肉体が滅びても魂は生きることでありますので、うん、その後に、罪人だった、男、まあ、女の方もですね、神によって許され、最終的には天の園で、永遠の愛を生きることができるという、ストーリーなわけですね。なるほど。変わったいな。そうなんだね。まあ、そういった。ちっちゃいね。地上を生きる中で、まあ、二人は愛し合い、そこで愛について学び、そこでまた、神の愛と、そこにある、その中にある救済、うん、罪の許しということを知っていく、まあ、その辺が
スピリチュアルラブソング、クリスチャンラブソングであるところのゆえんなんですけれども、うんうんうん、いやそれを知ってからやっぱりぜひもう一回見てもらいたいね、この今この動画を見た後に。そうですね、うん、感じるものが絶対また違うと思いますよ。そうでしょうね、うんうん、あれですよね、あのハードボイルド設定っていうことで、うんうん、あのまあなんかあの最初はサラリーマンみたいな設定でスーツって考えたんですけど、うん、やっぱり、うん、なんかルパン三世みたいな格好つけたいよなと思ったら、だんだんちょっとマフィアっぽいハードボイルド設定になってしまって、まあ、そういう演出でシナリオを考えたんですけど、あのシンさんのかっこいいシーンといえば、はい、なんか葉巻を吸ってますよね。そうですね、葉巻を吸うシーンの今回そう、あれもだからさ、俺葉巻は実はあの吸ったことがなくて、本当に、まあ、昔ちょっとぐらいであのなんとなく人からもらってぐらいのことあったけど、ああいう風にね、ちょっといざやってみると、うん、意外とこう葉巻ってこういうものかみたいな。あれは実は僕の葉巻なんですけど、はい、あの僕はそんなにタバコも吸わないし、うん、あのそんな吸うってわけじゃないんですけど、たまに2ヶ月に1遍ぐらいあのストレス解消であの葉巻を吸うことがあるんですね、うん、1本なんか200円ぐらいで買えるような安い葉巻をあの結構前から、うん、たまにたしなむことがありまして、昔も1回ミュージックビデオで使ったことがありましたね、うん、おばあちゃんかなんかかな、うん、あれはちょっと微妙に不評だったんですけども、うん、あの微妙に好評で微妙に不評でしたけど、でまあ新さんにも今回、うん、葉巻めちゃめちゃかっこよくなってますよね、うん、でも葉巻いいなと思った今回の撮影で、うん、なんかたまに俺も差し飲もうかしらなんて思ったぐらいで、うん、もうそれだけで絵になっている、うん、画面の、うん、その渋いですね、すごい引き締める効果がある、うんうんうん、せっかくなんで今日もあのちょっとカメラの前でですね、はい、葉巻に、かっこよく葉巻に火をつけるっていうのを実演してもらいましょうか、はいはいまあ、かっこよくできるかどうかわからないんですけど頑張ってみます。イエーイ、はい、なんかかっこいい煙がなんかこんな感じ、アダルトアダルトな感じでした、アダルトな雰囲気が、はい、雰囲気だけで実は吸い慣れてないっていうねでもなんとなくそれっぽく決まっててくれればいいかなって感じですね、はい、はい、こんな感じで歌詞はそんな感じなんですけど、あの歌詞とビデオでまたちょっと内容が違うので、まあ、テーマは同じなんですけど、うん、監督今回ディレクションは僕なんですけど、まあ、撮影編集担当していただいた、大原くん、フォトシーンこと大原慎一くんとビデオのシナリオについて、話し合ってた時に彼に言われたんですよ。なんでいきなりこれ銃撃つんですかとか言われて、でその時に俺はえっと思ったので、ね、うん、これ撃つでしょ絶対みたいな、うんうん、であのこの曲はそういうテーマが複雑だったから、うんうん、その愛と悲しみのね、うん、こう愛というのは矛盾に満ちたものじゃないですか、うんうんうん、だから愛してるんだけど、うん、殺さなきゃいけないみたいなところがあるんですよ、うんうん、あのそれは人間の持ってる罪についての曲なので、もうキリスト教はもう罪と許しが全てなんで、罪があるけどそこに愛があって許されるっていう感じの、うん、で、あの生と 死みたいなのもあるしね、うん、だからあのなんか愛してるけどだからこそなんかその何かに向き合って銃を撃たなきゃいけないみたいなのがあったんですよ、うんうんうん、でこの曲のギターソロもそんな感じなんですね、うん、だから銃を撃つシーンとギターソロは本当つながってるんですけど、うん、僕の中では、うん、撮影編集を担当していた大原くんに言われて、僕は初めてえそうなの、これ銃撃ったらおかしいんだっていうのを、そんなに意外だった僕の中ではそれは当然のことなんですよ、ね、これ撃つでしょ、うん、みたいな、うん、なので多分見た人はひょっとしたらなんでこれラブソングなのにいきなり女の子に向かって、うん、その白いドレスのね美しい女神みたいな、うん、あの女性に向かってなぜ撃たなければいけないのかっていう、うん、あの初めて見た人はひょっとしたら、うん、驚く人がいるかもしれないんですけど、そうですね、うん、でもさシーンとしてはさ、俺なんかが見てもさ、あのシーンは結構美しいシーンだよね、ドラマティックですね、ドラマチックな、うん、いいシーンだよね、うん、あれが あるからこそこう映像として、うん、なんかストーリーがあの一つ盛り上がるみたいな、ね、クライマックスになりますね、うん、あそこあの俺すごい好きな
シーンの一つだよね、うん、かっこよくなりますね、うんうん、もう海ザッパーン波がしてるとこの崖の上みたいなさ岩の上でさ裸足だもんねだってさマリさんがまず真冬に海辺の岩の上で裸足裸足っていうで、あの、うん、映像見てもらうと分かるんですけど風もすごいんですよすごいんだよそこでね何ていうも頑張っていいシーンはいやり直しみたいな、はい、みたいなもう一回行きましょうみたいなでよく頑張った頑張ったらほんとすごいよと思って、うんうんうん、でもおかげでねああいう美しいシーンになったので、うん、だからもう今回のこのビデオの主役それから MVP は間違いなくマリちゃん MVP 間違いない撮影で使ったモデルガン、うん、これだねこれ、うん、見えるかなまさに背景が黒いから見えないかもしれないこれモデルガンなんですけど、うん、あの僕は銃とか詳しくなくてモデルガンとかも全然興味なかったんですけどすごい古いものでなんだろう多分1980年代のものじゃないかな、うん、そういうなんかレトロっぽいものの方が今回合っていたので、うん、かっこいいよねかっこいいですね、うん、見た目がね、うん、すごく、うんね、それが浜地高専で世界が、うん、なかなかハードボイルドバーボンと、ねもうこのガンと浜地高専でハードボイルドグッズでねハードボイルドなんかそういった男の世界をロマンがねロマンがありますね、うんうん、トゥルーパーマーク3、10357マグナム CTG と書いてあります、うんでまあ、モデルガンなんでもちろん、弾は出なくて、火薬をこの中に入れて、まあ、パーンっていう音とちょっと煙が出るぞちょこっと火花が出るぞっていうぐらいなんですけども、うんうんまあ、なのでですねあのビデオの中でもその火花がパーンって出てるシーンをうまいこと使って、うん銃を撃ったぜっていう演出にしてると思うんですけども僕ら日本人なので、うん、あの日本はすごく平和で、うん銃なんてあまり見かけないですよね、うんあまりっていうか見かけないよねほぼほぼ見かけない、まあ、おまわりさんが持ってるかなぐらいのそうだね、おまわりさんがってところでね、うんまあ、あのモデルガン触るのも初めてだったぐらいですからね、うん、まあなんで、海外のファンの人は別にそんなの知ってるよって感じかもしれないですけど、うん、僕らはこれで非常に興奮しまして、うん、非常にエキサイトしましてまあせっかくなんで今日も火薬を入れてきたので、ね、撃ってみようということでございますね、うんまあ、なんだけどかっこよく撃とうとしたら多分バーンっていう仕草をした方がいいですね、うん、でもタイミングが難しかったな、うん、じゃあ早速撃ってみます、うん、せーのおーうわー結構いい音ですね今結構当たりじゃない当たりの音じゃない結構なんかあの火薬に当たり外れがあるみたいで、うんうん、今火花映ったんじゃない見えた見えた見えたよね結構大きい火花が次どっちにします？あじゃあマリさんと行きますか？せっかくだから。はいはい。うん、いや打てるかな。いいね。撃鉄を引くやつとかやってもらって、うん、僕は耳をね、うん、あのミュージシャンなので、うん、耳を大事にしよう。耳がね。あ、うん、そうそう。で、うん、で。こんな状態。怖怖怖。うん。あれこれで引き金打てるはずなんだけどな。おお。いったうん、やっぱあれじゃない部屋乾燥してるからいい音になってるそうかもそうあっおっもう一回やってみたやっぱりこっちあでぐるっと回るはいおお火花見えた火花かっこいいね火花すごい火花がいい火花出ましたうん出ましたねいいおーそれそれそれ全部作っちゃいましょうかうんあと何発だあと2か2、うん、2発、うん、じゃあダーティーハリーいきまーす、はい、Go ahead Make my day おでこのビデオのストーリーはあの最初考えてなかったんですけどあのドラマティックな要素を積み上げていっただけなんですけど、うん、後から完成したのを見たらあこういうストーリーだったんだってのが分かったんですよでそれはやっぱりこうキリスト教の救済に基づいたテーマがあって、うん、
まあ、ストーリーっていうのは人によって解釈があるんで、これはあくまで僕の解釈なんですけども、僕が思ったストーリーはこうなんですよ。最初から考えてたわけじゃないんですよ。完成したのを見たら、あ、これこういうストーリーかなーって僕はそう思ったってだけなんですけど、キリスト教なので罪なんですよ。最初は人間というのは罪に守れて、まみれていて、死の中に生きている、です。死によって支配されて暗く生きてるんだけど、罪の中で生きてるんですけど、だからオープニングは、もう最初泣いてるシーンから始まって、最初歩いてるんですけども、葬式みたいなに暗い感じで歩いてるんですよ。なんですけど、そこでマリーちゃんがですね、なんか決意したみたいに十字架を見つめてるんですよ。で、マリーちゃんが、ヒロインっていうか、ちょっと救世主ポジションっていうか、ジャンヌ・ダルクみたいな立ち位置だなってことに僕は気づいたんですね。そうやって十字架を見つめて、よし、私は、みんなを救うために立ち上がろうと思ったマリーちゃんが、女神に変身してですね、なんかジャンヌ・ダルクみたいに立ち上がって戦うわけですよ。で、なんか戦ってるんですよ。で、十字架を掲げて、こう、信仰を掲げるんですね。ジャンヌ・ダルクも確かそんな感じのストーリーだったと思うんですけども、で、それで何やかんやあって、犠牲になるんですよ。うんうん、というのは、キリスト教っていうのは大体自分が犠牲になるんで、十字架にかかったイエス・キリストもそうだし、その後に殉教したカトリックの聖人ですね、パウロとかをはじめ、ペテロとか、みんな大体死んでますよね、殉教してますよね。大体みんなキリスト教ってそうなんで、その立ち上がったジャンヌ・ダルクのようなマリーちゃんも何やかんやで、自分の身を犠牲にするんですよ。で、こう、トーン君が 銃で撃つんですけども、それはイエス・キリストを十字架で、処刑してしまった、人間と同じように人間の罪を象徴してるんですね、きっと。で、なんか、女神のドレスのマリーちゃんはなんか自分の身を犠牲にするんですけども、それによって、なんか救済というものがなされるわけですね。それはまあ、イエス・キリストの十字架と同じっていうか、それの象徴みたいなもんで、銃を撃ったので、マリーちゃんが、死んじゃったのかどうかは分からないんですけども、でもイエス・キリストが、十字架で死んでもその後蘇ったみたいにきっと死んでないんですよ。なんか生きてるんですよ、復活したのかもしれないし、その後もなんかいるんですね、でそれによってみんな救われたので、最後のシーンでは、みんな花を持って笑ってるし、最後はみんなで笑いながら、光り輝く、なんて言うんですかね、光の中をみんなで歩いてる、そう、罪が許されて、こう人類の持つ、罪みたいなものが、許されて、救済されて、ハッピーエンドだよっていう、非常にですね、このキリスト教の救済の概念を、象徴してうまく表現したストーリーじゃないかと、美しく描いたって感じがします ね、 そうですね、美しくかつ象徴的に、だから最初歌詞を書いて曲を書いた時にはこれ本当にキリスト教の歌にとして成立してるかなと俺も心配だったんですけども、こうやって歌詞書いてビデオ作ってみると、あ、バッチリこれちゃんとキリスト教の十字架と救済の概念これ以上ないぐらいに表現してるじゃないかと思って、なのでこれはまさに魂のラブソング、スピリチュアルラブソング、天と地を超えた救済のクリスチャンラブソングだなと俺は思いましたね、なかなか深いストーリーが、ただのラブソングじゃないねちょっと真面目に語りすぎちゃった、ぜひちょっとクリスチャンじゃない方でも見てもらいたいね。で、何か感じていただければすごくいいんじゃないのかなっていうふうに個人的には思うんですが、そうですね、何かそういった、なんか切ない何かを、永遠の愛みたいなものを感じていただけたら、それが全てかなって思いますね。はい、パンチ。すごい、何でもやってくれる。キックはちょっと、足がちょっとあんまり上がらない。はい、はい。いいね、もうさ、かわいいね。はい、ありがとうございます。ね、じゃあ皆さん、今日は見ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ザ・ガーデン、楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ、何回も何回も見て、友達にもシェアして、Twitter や Facebook などでシェアしまくってください。お願いします。でですね、今日は、サービス、ファンサービスということで、この場でですね、アコースティックでザ・ガーデン、皆さんに今日は特別にアコースティック仕様で
お届けしたいと思います。実はもう編集でさっき演奏したんですけど、めちゃくちゃ難しかったです。難しかった。バンドでやるより難しかったです。難しかった。マイクもないから歌もごまかせないし、でも頑張りましたんで、ぜひ聴いてみてください。When the light rains on us.